日ごとの糧、2024年8月21日、天にいます神に向かって、両手を挙げて、心も挙げて言おう。哀歌3章41節。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。ヤコブの手紙5章13節。両手も心も挙げて神様に語る。というこの哀歌の言葉ですけれど、とても分かりやすい表現だと思うんですね。というのも、手を下げて神様に語ろうとするときと手を上げて神様に語ろうとするときには、言葉の内容は微妙に変化するんですよね。手を上げて顔も上に向けて祈ると、比較的感謝や賛美が出やすいという感じがします。顔を下に向けてこう祈ろうと思うと、なんとなく内省的なと言いますかね、反省とかそういうふうなことが強くなってくるような気がするんですね。その辺の違いはどうぞご自分で確認してみてほしいんですけど、心を上に向けて祈るとき、賛美ができるような気持ちになってくる、希望を告白できるような気分になってくる。つまり希望を持って祈ること、希望を持って賛美するということは実に大事なことなんですね。しかもそれが顔を上に向けて手を上げて神様に祈るか、頭を下げて下を向いて祈るかによって随分心が変わってくる。それだけのことで随分変わってくるというのは知っておく必要があると思いますね。私たちはおそらく毎日下を向いて祈る時間も必要だし、上を向いて祈る時間もやっぱり必要なんだと思うんですよね。皆さんどんな風にお感じになるでしょう。今日も良い一日になりますように。私